赤星マシマシTV 第4ということでね、やっちゃいますか。やっちゃいます、ね、ラーメン、これ実は大高山と読みます。大高山、大鉱山と読みがち。僕は、ですね、僕はね、大丈夫ですか、間違いがちですからね。大高山でした。合ってますか。つくばエクスプレス緑の駅から徒歩だと55分かかっちゃいますということで、1時間と1時間、やはりここは車で行きましょう。いや車っすね、これは駐車場ありますんで、はい、で、牛久市にもですね支店があるということで。あーなるほど、牛久ね。今回つくばの方に行ってみたかった。後ほどなぜ行ったかをちょっとね、はい、伝えていきます。理由があるんですね。はい、興味には大高山ラーメン、大高山ホープ、火山、混ぜ、大森太陽などですが、大高山ホープという商品があのホープ券をインスパイアしてるらしい。あーなるほど、ホープ券ね、うん、ただね、やっぱ今回も二郎インスパイアの方を選択しているよということで、はい、特盛りで頼んじゃったよ。ちゃくん、見ていきましょう。こちらです。うわーちょっとね、もう目に入ってるかとは思いますが、いやまあまあ、多分特盛り以上のやつを頼んだ時に出てくるお椀。そうっす ね、 ね、これを受け皿にしていただいてる。なるほど、なるほど。で、食券にですね、自分でこう丸をつけてコールをするんだけども、はいはいはい、こちらですね、あのマシマシはないんですよ、ここに。なんですけど、はい、店員さんにマシマシいけますかって言ったら、あ、いいよっていうことで。あ、そうなんですね。裏コールかもしれないです、マシマシは。ありがとうございます。ありがとうございます、ということで、はい、じゃあ豚いっちゃいますか、はい、ね、これ非常にね、脂の少ない豚なんですが、ギュチではなくホロです。ギュチではなくホロ、はい、ホロ、引き締まり豚、あ、引き締まりじゃないわ、ホロだから、ホロです、ホロです、ホロですね。柔らか優しい豚でございました。引き締まりはギュチじゃないですか。ギュチです、はい。で、野菜いきますけども、これね、油がね、スープにも入ってるし野菜にもかかってるということで。あー、そうなんですね。まさに大きくて高い山そのもの、大高山です。大高山、大高山の提供でお送りしておりますけども、もちろんね、ラーメン、かっこダレ、ダレ、ラーメンダレ、まあラーメンとしか書いてないけども、まあラーメンダレです。あ、ラーメンダレね。僕が注目したいのはね、うわ、なんなんこれ。いや、このタレのために行ったんですよ。え、噂を聞きつけ。わかるかな、よく見てください。何ですか、こっからですよ、よく見てね。こちら、わかりましたか。これですかね。いや、理解できてないですけど。え、ちょっと繰り返しますよ。はい、こちら、よく見て、この醤油の粘土、何これ、これすごくないっすか。蜂蜜みたいな、この粘土。どういうことこれは。この噂を聞きつけて僕はやってきたんです。あ、そうなんすか。これね、お醤油で言うと九州刺身醤油っていうのがちょっと甘さがあって、うん、とろみがある醤油、それにちょっと似てた。あ、似てた。返しなんですよ。九州の醤油ではない、ではない可能性。しょっぱレベルはもちろん1ですから。まあまあまあ、しょっぱくはないような気もする。粘土気になるな。まあ激甘ってわけじゃないけども、まあまあまあ、これ食べてみないと分かんないと思います。そうですね、試してみたいですね。で、まあ麺いっちゃいますけども、はい、大田区に本社を構えるあの老舗観音製麺所の地域専用の極太麺。地域専用、地域専用、ものすごいね、細分化されてるのよ、観音製麺さんで。観音製麺さんね、これ聞きますけどね。聞きますよね、うん、地域だけでも3タイプの麺があるということで、その中のどれかの麺を使っている、小麦の風味が口いっぱいに広がる特徴ということでね、うん、大量の背脂と先ほどの粘り気のある醤油で、まあコテが強い、うん、すすりになりますが、スープ見てください、もう背脂すごいでしょこれね。あ、で、やはりね、醤油した味よりもやや甘めがあるスープで、生姜が溶け出してるんで、 あの日本のあの甘じょっぱい味、日本のだってこれ決まったよ、日本のというかさ、あの良き古き良き懐かしの味みたいな、夕方に漂ってくるあの甘い匂いみたいな表現、うん、まあ、ちょっとまあ分かる人分からない人出てくると思うあ、日本のよ、だから生姜とね、この合うよということなんですよ。そう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 、まあ地域によるかそれね、うん、関西だとさっぱりめな味なんてことを言ってる間にブラックペッパー言ってますけども、なんとこちらは S&B ということでね、うん、この時点でね、あの背脂ととろみのスープがこうすごい絡み合って、油そばみたいにもうなっちゃったんで、ね、もうミックスされてね、胡椒の辛み度はいつもの3倍の感覚です。感覚、うまっ。あ、ビミかなこれ。でも自分で打ってんだからどっちでもいいよ、ビミにしよう、ね、ビミ、今回ビミで。そんなこってりした一杯にやはり大さじ1杯のお酢が決め手ということでね。お酢は欲しいっすね、ここは。さーっとね、これ背脂が引いていくんですよね。おうおう、これはやはりお酢の力ね、お酢力ということで、んなこと言って、手前髪長いな、ごつった前髪が
いつも1000円買ってる切っております、そうだったお疲れ様でーす。今知った俺も、あー見てください。うわ95位がありますが、2位がねちょっと少なかったので 89.5 ということで、なるほど、90の壁熱いですね。熱いっすね、最近熱くしておりますけども。あ、赤星が熱くしてた、熱くしてます。はい、ということでね、行ってきましたけども、つくばというのがマジで二郎系の激戦区なんですよ。あ、そうなんですか。つくば市内だけで多分 7,8 店舗以上ある。なかなかちょっと情報がちょっと分かんないもんで。あー、そうなんですか、でも隣のつくば未来市にはもうほぼゼロに近い。なぜかつくば市にはめちゃめちゃあるというわけで、今後もつくば入りが多分僕激しくなってハマったんで、つくばに。つくばに出入りします。そうまあまたちょっと茨城入りしますんで、はい、よろしくお願いします。はい、こちゃんです。はい、Thank you.